皆さんお元気ですか。牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師館チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。4月18日火曜日、善が最善の最大の敵という題でお話をしたいと思います。まあ善が最大の最善の敵という、まあ、最善というのは1番、善というのは2番3番ということですが、まあ私たちにとって良いものが一番良いものを妨げてしまうということがあるんですよね。まあちょうど結婚をしようと、いやー一番いい人が現れた、でも2番目3番目の人と付き合ってたらね、いやこの1番という人がいてもそう簡単に別れてからじゃないと、いやそれでも別れられないですよね。ということと同じように、2番目の良いもの、それが一番だと思って、でも神様はもっと良いものを備えてくれて、気づいた時にね、それをパッと手放せるかどうか。クリスチャンには神からの賜物が与えられています。で、その賜物をですね、神と人のために使うんですが、それを一旦手放すってことが大切なんですよね。自分で握り、自分のものだと思ってるとね、どうなるか、傲慢になり、まあ、それがね、本当に祝福、麗しいものにならないことがあるんですよね。聖別、つまり一旦あなたを神にお返しして、もう一度神から受け取り直すという、そういうプロセス。まあそうするとですね、それが生きてくるっていうわけです。まあ賜物が際立っていれば際立っているほど、それが人々の注目を集め、一芸秀でてることによってですね、それだけで食べていける、大活躍できるという可能性があります。でもそれが傲慢にさせ、また生意気にさせ、神との関係を隔ててしまうことがある。まあ結果としてね、それが祝福にならないってわけです。そういうことがあり得る。皆さんどうぞ、私たちに与えられたものは全部神のものです。神にお返ししないで、それを泥棒することがないようにしたいものです。それを感謝して、神にお返しし、神と共にそれを用いて、そして仕えていく、そこに素晴らしい祝福がある。イエス・キリストが私たちのために十字架にかかって死なれ復活されたように、私たちも十字架で死ぬように自分を捧げる、我が霊を御手に委ねます、首を垂れてイエス様は十字架で息を引き取られたように、私たちも自分を神に委ねていく。そしてイエス・キリストは死から復活されたように、私たちももう一度受け取って、そしてそれを使うことによって、皆さん、あなたの良きものが祝福となっていく。主と共に生きてゆきます。苦しみ悲しみ試練も乗り越えて、その後に約束された豊かな祝福を私は信じて、思いのすべてあなたに明け渡します。Oh
くしてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。その時までごきげんよう。さよなら。